初代スワイケル山から1922年2月8日は、明治、大正時代の陶芸家。縄工部。別号は、金水道、制裁。旧加賀藩市。提出技芸員。加賀藩で武芸を学び、軍務に携わった後、1873年に、田谷徳自に陶芸を学び、1876年、大井村に工場を設立した。酒井、高岡。 九谷陶器会社、金沢区立工業学校、山内家門工場など、北陸地方各地で陶器、レンガの製造、指導を行った。1900年京都市の金鉱山総米工場に勤めた後、1907年五条坂に独立した。1914年立志朝鮮で、高来洋再建に携わり、1917年区内省、提出議原因に選ばれた。 金水道の号は、大徳寺館長検証周発、聖祭の号は、妙法院門関村田サビ順から贈られたもの。火永四年五月二十五日、加賀国金沢場は六番町に、諏訪十左衛門の長男として生まれた。幼名は江三郎。文久三年十三歳で父を失ったため、藩の規定により、源氏元年十四歳で加名を継ぎ、同時に、剣道、馬術、 水連術の免許を得て、家徳を相続、趣向により、家計を支えた。明治元年1月総奈緒や方教授役、明治2年12月合図方、練習、明治3年10月5番代替合図長を務め、12月修行のため上京し、明治4年2月東京府平官門は役となったが、上官と対立して5月帰京し、12月軍を離れた。明治5年2月、 金沢公会学校に入学したが、1873年2月閉校となり退学した。この間水産講習所で教員として働き、捕鯨用朝菜は、缶詰、燻製、塩漬けについて研究した。1873年4月に、田谷徳自に初めて動画を学び、1875年2月上京。 工部省教師フェノロとな隣に住んで美術工芸を学び、また大学校教師ゴットフリード・ワグネルに科学を学んだ。1876年2月大井村に工場を設立し、橋本画法、久保田米イセンを招いて、陶像、石膏像の制作、模型の年作りを行った。1877年8月瀬戸、京都の製陶省を視察し、久切隆一に従い、 奈良正僧院、法隆寺の古美術を鑑賞した。1878年7月福井県堺校で、政党の改良に携わり、1880年9月、石川県江沼郡九谷陶器会社で陶芸を教える、傍ら、陶造着物を考案し、1884年1月、帰郷した。第四高等中学校校舎は四高記念文化、交流館として現存する。 1884年6月、石川県工業公安社に任じられ、1886年、高岡町で鉄瓶の老型改良に従事した。1887年7月19日、金沢区立、工業学校補助教員となり、1888年6月、石川県道機会社で老型改良に携わった。第4高等中学校開校にあたり、 レンガ調達のため上京して、直接文部大臣、森有則に相談し、義子、久る正さの協力で7月下北軍方向寺村で、レンガを製造した。1889年4月1日、石川県立工業学校助教諭司法となり、1892年4月1日、彫刻家教員の仮免許を受け、4月4日助教諭に、進んだ。 1893年大病から蘇生し、宗山と申した。1896年11月30日、休職し、福井家入郡宮崎村あざ正原の山内家門工場で陶芸を教え、土管製造場を監督した。1897年3月12日金沢市、ヤギ練り加工場士官として、レンガ用を設計。 1898年2月と山県、伏木連合株式会社上長県技術庁に転じ1899年12月、辞職した。1900年1月京都に行き、淡田の金鉱山総兵工場で、製刀改良に携わり、最優し絞り花瓶を製作した。1901年10月7日に本題、母大会技術院となり、 日明寺で、シャム国王貴蔵の仏舎利を入れる仏願を制作し、1903年10月、辞職した。1906年10月金、高山工場を辞し、1907年1月京都市五条坂に、独立して窯を構えた。七冠聖寺、高知に言う、白高来、漆黒雄等、多岐にわたる様式を研究し、1913年には、鳥の子聖寺を考案した。 1914年1月利用職の依頼で、朝鮮に渡り、高麗雇用旧跡を調査し、11月帰国して、釜の再建を指導した。1915年6月、聖徳宮園内高峰に、完成すると、8月再放して、小生実験を行い、10月帰国した。1917年6月11日区内省、提出議原因に選ばれ19、1919年、 国の宮国飛行台湾訪問。1921年、聖徳大子1300年紀頭に採取作品を、献上した。1922年1月風にかかり、肺炎を併発、持病の神経衰弱症が加わり、2月7日、脳一血を発症、8日午後10時死去した。同日17位に上された。14日、県人事法上で葬式が営まれ、 金沢の菩提寺笹が町高徳寺に分骨された。法名は、金水院、宗山聖祭古寺。死後、養女古寺が、い池る山として釜を継ぎ、1970年、訪治が、い池る山。2002年その三女中村後期が、い池る山を名乗る。ありがとうございます。